判定は、ぼっちじゃないわ、坪田た也による日本の小説。充実した、中学生活を送りながらも満たされぬ日々を送る、男子中学生が同級生と共に推理小説を描いていく様と、新人教師である男性が自殺サイトに出入りする、事故の生徒を救おうとも描いていく様を同時進行で描いていく。2018年度、第21回ボイルド X 新人賞受賞作品。 2020年7月現在、慶応義塾高等学校の3年生である坪田が、小説を書くきっかけとなったのは、小学2年生の時に出会った作家、和やみねかおが表した、名探偵、夢水清志郎事件ノートシリーズの一つである、踊る、夜行怪人。坪田はその本の内容をほとんど覚えていないが、こんなすごい小説を書いてみたいと思ったのだといい。 この体験が小説家になりたいと思うきっかけになったのだと本作の後書きで語っている。坪田が通っていた中学校では書き休暇に自由にテーマに取り組み発表するという行事があり、その中から当時中学3年生であった坪田が選んだのが小説で本作はその課題として表したものである。もともと坪田は書き休暇の課題として終わらせるつもりだったが、 本作を読んだ、坪田の友人が、ボイルドエックス新人賞への応募を進めた。それから、ボイルドエックス新人賞を史上最年少の15歳で受賞する結果となり、2018年5月18日に、締め切られた大手出版社10社参加の競争入札の結果、角川が出版権を獲得した。さらに開校した上で2019年3月28日に、 勧告された。なお、坪田は、ボイルドエックズ新人賞を史上最年少で受賞したことについて、二度と戻らないとわかっている。中学生活も平凡なままで終わるのかと思っていた。時に吉報が届き、応募を進めてくれた家族と友人に素っ気なく伝えたが、内心は、喜びで溢れていたとした上で、自分の文章修行は始まったばかり。決して自己満足では終わらせないと語っている。 さらに、誰かに合わせてしまう辛さというのは僕を含めて誰もが感じていること。僕たちの世代ならではの心情を綴ったと思っているので、ぜひ僕と同世代の人たちに読んでほしいとインタビューで語っている。都内の私立中学校に通う緑川美月にとって、中学校生活は非常に充実したものであった。しかし、現実問題。 緑川の心の内は満たされぬ思いで溢れていた。父親は家を空けることが多く、母親も息子の思いなど意にも返さない、自己中心的な人間であり、自宅でありながら、緑川にとってはことさら居心地が悪かった。そんな最中、同級生であり、友人である星野氏が一緒に推理小説を書かないかと誘い、緑川は星野と共に星野の家に向かう。家には、 星野の父親が集めたらしい推理小説がたくさんあった。回答を保留した緑川は星野からメールアドレスを受け取る。後日、音楽スクールでバンドをやっている同級生の後本に遭遇したことがきっかけで、星野に推理小説執筆を開拓する、胸のメールを送信する。星野から、いつでもいい。家に来て、との返信を受け取った緑川は、星野の家に向かう。 どんな小説を書くかで、いろいろと星野と話し合った末に決まったテーマの推理小説を緑川はパソコンで書き始める。都内の私立中学校の新任教師である原口は、父が中学校の理事長をしているというコンプレックスを拭いきれずにいた。生徒のためにと思ってやったことが批判を浴びることも少なくなく、正直教師になったことを後悔しかけていた。ある日、 同じ学校の教師である石坂の携帯電話にある SNS で妙なやりとりのチャットを見つけた原口。それは学生限定で本当に死にたい人を募集するというサイトであった。そこには決してふざけた気持ちで応募しないでほしい。本気で死にたい人だけを受け付けますとあった。さらに驚いたことにそのサイトに、 原口が勤める中学校の生徒らしき人物が出入りしているということを原口は知ることになる。原口と石坂はその生徒の自殺行為を食い止めようと司法発砲に手を尽くし奔走する。やがてその生徒が緑川美月であることを知った原口と石坂は緑川を発見し説得を試みるが先生たちに俺の自殺を止めることはできないと語る緑川の 決意は固い。膠着した状況下で友人である星野が現れ、緑川の説得を行うという。果たして緑川の自殺を食い止めることはできるのか。第21回ボイルド X 新人賞発表における公表で先行委員を務めたボイルド X 代表の村上達郎は、僕が驚いたのはミステリ小説の中にさらなるミステリ小説が組み込まれていたことである。 中学生と教師という二つの物語が交錯する中にさらなるミステリー小説が幅を利かせるような小説を若干15歳の中学生が描いたことに共嘆せざるを得ないと評している。ありがとうございます。